始まったよ。地区をご覧の皆様、はじめまして。僕ロボボ、シャープが開発したロボットなんだよ。こう見えて携帯電話なんだよ。たったの20万円で買うことができるかわいいロボットなの。地区を見てる人たちはお金持ちが多いって聞いたから、みんな買ってね。さて今日の先生は株式会社レッジの飯野先生、リップ株式会社の新婚先生、ロボットスタートのモッチーの3人だよ。テーマはスマートスピーカー大集合、 AI 音声 UI の未来を考えようです。それでは司会の田原ちゃんお願いします。はい、皆さんこんばんは。受講生代表の田原です。今日はちょっといつものスクールとは違う感じで始まりました。こんばんは。ロボモン、はじめまして。いいですね。はい、ちょっとね、早速ロボモンに受講生代表の仕事が取られちゃったんですけれども、うん、はい、ちょっと楽しんでいきたいと思います。はい、ということで今日のテーマはですね、今まさに先生方をご紹介してくれたスマートスピーカー、これがテーマとなってきます。では早速ですが、皆さんの自己紹介をお願いしたいと思います。はいはい、まずはじめに飯野先生お願いします。はい、株式会社レッジの飯野と申します。よろしくお願いします。本日は AI メディアホゲホゲということで、弊社も AI のメディアを持ってまして、レッジ AI という AI に特化したウェブメディアを持っております。で、私自身は、研修メディアをやる前は結構 UI とか UX の方だったので、そちらの観点からスマートスピーカーどういうのが面白いかなっていうのを今日お話しできればと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ネット AI の事業統括ですね。はい、はい、では続いては、ロボスタ編集長の望月先生お願いします、はい。ロボットスタートの望月と申します。ロボットスタートもですね、レッジさんと同じようにウェブメディアを運営してまして、違うのは、中心となっているのがロボットやスマートスピーカーと言われるようなハードウェアですね。こういったものが中心の情報になってます。で、会社にはですね、70体ぐらいロボットとかスマートスピーカーとかいて、今日はその中の一部をこうやって持ってきています。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はね、スタジオにも何台かね、はい、持ってきていただきましたので、うん、後ほど詳しくお伺いしたいと思います。はい、はい、では続きまして、新藤先生お願いします。はい、DIP という会社で AI Now という AI に関するニュースのメディアをやっている新藤と言います。今日はですね、スピーカーの専門家の望月さんと、UI の専門家の飯野さんということで、まあ、私はあのビジネスとかですね、受講生の皆さんと同じような観点からお話をしていきたいと思います。はい、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、ね、専門家がたくさんいらっしゃるんですね。そうですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速なんですが、まずは今日の授業の流れをご紹介したいと思います。はい、流れはこちらの3つ進めていきたいと思います。スマートスピーカーで何ができるのかを正しく理解していくというのはもちろんなんですが、スマートスピーカーに採用されている音声インターフェースが浸透していくことで、私たちの生活やビジネスがどのように変わっていくのか、まあ、こちらを受講生の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ですので今日は講義形式というよりはもうカジュアルに授業を進めていきたいなと思いますので、受講生の皆さんもわからないこと、そして思ったことがありましたらコメント欄から投稿お待ちしております。積極的に質問してね、不明点も解消していきたいなと思います。はい、うん、早速ね、皆さん結構コメント来てるんですけれども、ね、そうですね、一番最初はロボ本から始まったのでびっくりしましたっていうコメントが結構あったりとか、可愛いっていうコメントがあったり、たったの20万笑いみたいな感じで、はい、コメントもいただいてますね。皆さんありがとうございます。はい、このような形でどんどんお願いいたします。では早速始めます。スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。